福島テレビと福島民放社が世論調査を行いました。福島第一原発の処理水を薄めて海に流す政府の方針について理解が広がっているか聞いた答えがこちらです。去年の3月からこの調査質問をしていまして、かなりと少しはを合わせた理解が広がっていると答えた人の割合は前回までは 40% 前後で推移してきました。そして今回の結果がこちらです。理解が広がっているが初めて 50% を占めて広がっていないを上回りました。国と東京電力が今年夏ごろまでの開始を目指す福島第一原発の処理水の海洋放出。福島テレビと福島民放社がおととい行った世論調査では、理解が広がっていると答えた人の割合はかなりと少しはを合わせると 50% でした。去年3月の調査でこの質問を聞き始めてから初めて広がっているが半数を占め、あまりと全くを合わせた広がっていないを上回りました。いろんな分析がしてたもんですから、俺はもう大丈夫だと思うんですよね。都会の方だとやっぱしそういうのってこうニュースでさらって流れるだけでどういう影響があるかとか全然分かってないから。今回の結果について内堀知事はさらに理解が広がるよう国の対応を求めました。国においてはこうした調査結果も踏まえながら、県民の皆さん、国民の皆さんの理解醸成に向け、基本方針や行動計画の中で示した取り組みをさらに徹底をし、責任を持って対応していくことが重要です。一方で不安は解消されていない状況です。世論調査で処理水を海に流した場合の風評被害について聞いた結果がこちらです。大きなとある程度を合わせた風評被害が起きるとの回答が 87.8% を占めました。海産物を扱う事業者にとってこの不安は切実な問題です。すいません、どうもありがとうございます。いわきララミューに店を構える一押し商店の羽賀博晴さん。処理水の海洋放出には一貫して反対の立場で、国や東京電力の説明も聞きましたが、新たな風評被害への不安は解消できていません。経験ないじゃないですか。だからね、どこまで大丈夫なのか、それだけのあれだけの量を排出して本当に大丈夫なのか、まあ、正直自分の中の心の中にはありますよね。まだそういうの大丈夫なのかなとは。徐々に戻ってきた観光客がまた減ってしまうのではないかと不安を募らせる羽賀さん。新たな風評を防ぐために全国に向けて安全性を発信するよう求めています。安心安全を全面的にこうアピールしていただいて、それがみんな国民の皆さんに、ね、納得できるようなあれだったらばすごく、まあ、助かるんですけども。では風評とは何でしょうか。広辞苑によりますと、世間の評判、噂などと書かれています。ではこの噂とは何でしょうか。世間で根拠もなく言いふらす話とされているんです。で、風評や噂には感情的な要因もあるかと思うんですけれども、理屈っぽくて大変恐縮ではございますが、裏を返せばこの根拠ある説明が必要ということが言えそうです。ただですね、世論調査では政府や東京電力の説明についてこちらです。十分と答えたのが 15.8% にとどまりまして、十分ではないが 66.5% を占めました。で、政府や東京電力にはこの結果をですね、重く受け止めてもらいたいと思います。